こんにちは、あいこです。マジで来る前に撮っとこうと思ったのに全然撮れてなかったんだけど、今日は見えるかな、宇都宮に家族でお出かけに来ました。家族っていうか、今日みーちゃんはあのバーバに頼んでお留守番なんだけど、はーくんだけ連れて来ました。めっちゃほのぼのしてる空気が。ちょっとこれからあっくんの知り合いの方のところにハンバーガー食べに行くらしいから、ちょっと楽しみ。てか初めて来たからマジ楽しみ。じゃああっくん来たらもう一回つけよう。レッツゴー。危ないよ。降りれる？おお。宇都宮市。おしっこ我慢してる。中今泉5丁目。おお。中今泉、こっちみんなお前これ。え？ボン。宇都宮に到着しました。初めて俺たち栃木県です。宇都宮の皆さん、はじめまして。あちょちょでちょ。でかく最悪やん。かわいい、おいしそう。おいしい？めっちゃおいしい。そう、何したのハンバーガー？ん？何にしたの？チリバーガー。チリ？うん。あ、辛いやつか。辛くないで、あの豆が入ってます。あ、そういうこと。うん。おしゃれ。オーケー。ハンバーグ美味しかったよね。ありがとうございます。すごい。めっちゃおしゃれな場所。宇都宮にいる人はぜひ行ってください。ほんまにほんまに。マジよかった。これ太った。ちょびっとね。え、なんか太った気がするんだけど。ちょっとね。次どこ行くんだっけ？ユニオン通り。ユニオン通りってうちらわかんないんだよね。そう、これわかんないけど。だから一緒に来てる人に任せてるって感じ。なんか服買いに行きます。です。リエです。ユニオン通り in 宇都宮でございます。私たちが今目指しているところは、ここはあれ、はい、はい、どうも。え、どこですか？あ、行きましょう。服屋さん見に行きます。リエです。寝ました。そうでした。服の量多すぎて、うん、見えない。見えない。物欲がなさすぎて、うん、物欲がなさすぎて、うん、なんか、あ、これいいなって思わんと買えないんですよ。何が欲しいってなくて難しいです。いいのがなかったん？あんまり。いや、なんかあるんやけど、うん、なんか着いひんかなってなるやん。確かに。だから。なるほど。あ、じゃあ次行こう。結局着いひんかなってなるような。あ、寒いです。とりあえずね。だから白に取られました。今、あっくんたちなんか狙ってた服買いに行って寒かったし、私一人だったからストーブのベビールームに来て、ハークも寝てたから今ちょっとここで休憩してるんですけど、ほんとあったかすぎてマジで眠たい。だから今ちょっと YouTube 撮ってるんだけど、マジでね、あったかすぎるし、てかまずこのベビールームの環境が整いすぎててマジですごい。
見せてもいいのかな。え、すごくない？これは結構神だよね。めっちゃ早く来てほしい。ほんまに眠たい。マジでやばい。なんかね、昨日寝たのがね、なんかいろいろと終わったのが2時とかだったの。なんかそっから寝れなくて、で3時とかになっちゃって、で起きたのうち7時なのね。だからマジで眠たすぎてやばい。ハー君寝てるんだけど、しかもさっき超はしゃいだからさ、そりゃ眠たいよなみたいな。やばい、コーヒー飲もうかなとか思ったりしてるよ。超かわいいハー君、寝顔見たらめっちゃ癒される。余計眠たくなる、こっちまで。すごいね。めっちゃビビってる。全部タクシーや。動画映る場所。だって一緒にいなかったのもん。帰ってます。みんなこれ尺大丈夫？やばいよ。ないですよ。ないよ、ないよ。ごめんね。それが全然今日撮影に参加してなかったんだよね。マジでね、楽しみすぎて勝手に一人宇都宮また来たいなと思いましたね。いやマジで来たいよね。ゆっくりなんかしたいわ。飯食い、夜までいたいね。ゆっくりね、飯食ったりして。今日はちょっとアイクは用事あるから。そうなの、ちょっと待ってなきゃいけない。そうなんです、アイクのせいです。すべては僕も用事であったんですけど、僕は予定なくなったんでそうだね、僕はお留守番してますや。ありがとね、助かります。明日は休みやけ。いや、それが最高だよね。一日中家の外おろう、俺家の外ベランダにずっとおろう、明日外出やけん。外出しまう。マジおもろいじゃん。今日はゆっくり寝て。そうだね。明日は休み。ちょっとさ、帰りのさ、電車一回撮ろう。うん。ね。シューズンピース。よし、こうなる。すぐ。絶対おじさん。あ、わざとグリーン車に乗るみたいな。わ、すごいよこの位置。すごい。今帰ってるんですけど、あのみんな寝ました。ハー君と私だけです、生還者は。こんな感じで田舎、今ここはで、今帰ってます。今めっちゃ楽しかったけど、本当に疲れたね、ハー君ね。ということで帰ります。次の区間から振り返り列車をご案内いたします。帰れ、行っても帰れも出ます。でも寝るのマジ遅かったんだよね、本当。ということで帰りましょう。早く帰らねー、よく頑張ったね、今日は楽しみました。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、シャッお願いします。名古屋です。オレンジ左側です。